ヤナクランは、スロバキア出身で、アゼルバイジャン国籍のバレーボール選手。ポジションは、アウトサイドヒッター。アゼルバイジャン代表、トーレアローズ所属。1987年、チェコスロバキアのブラティスラバ出身。2000年より、地元のクラブであるスロビアブラティスラバに所属し5年間プレーした。2005年、スロバキア代表として、 世界選手権06欧州大陸予選に出場した。2005年、アメリカ合衆国のルイビル大学に進学した。卒業後は、ロシアリーグの裏路地カエカテリンブルクに加入した。その後、アゼルバイジャンスーパーリーグのアゼルレールバクー、韓国リーグの現代建設ヒルステートなどでプレーした。2012年、アゼルバイジャン代表に初選出される。2014年より、 本格的に代表チームでプレーし、同年のヨーロッパリーグに出場した。世界選手権には2大会連続出場している。2018年9月28日、V リーグディビジョン1のトーレは、クランの遺跡入団を発表した。2018、19シーズンの V リーグにおいて、準優勝に大きく貢献し、関東賞、得点王、サーブ賞、ベスト6を受賞した。 第68回クロワ式全日本男女選抜バレーボール大会では優勝に導きクロワ師賞ベスト6賞を受賞した続く19、20、20、21シーズンも東レの得点源として活躍20、21シーズンは最多得点に輝き再びベスト6を受賞した V リーグの個人成績は下記の通りありがとうございます